2008年6月に浸水されました。リアドア付きのウォークアラウンド邸です。2008年式ってもう16年経ってるんですけど、中古船の中ではまだまだ新しい方なんですよ。アンカーウィンチの動作 OK、 ハンドレールもがっちりしていました。スリップもね、まだ全然摩耗がない。これはね、全部汚れ洗えばね、綺麗になります。ほら、ずいぶん乗ってないんですよ。結構あの背が高いハンドレールつけてる。35センチぐらいあるのかな。係留艇の割にはガンネルの傷だとかすれはありませんでした。大きな痛みもありませんしね。年式の割には全然状態いいですよ。デッキの上はがっちりとして分厚き感は全然ありませんでした。余計なビス穴の跡なんかもありません。汚れているだけ。ここが R になってないか、カクってなってる。難しいんですよ、 R になってるやつは。ガンネルの傷は右舷側に比べると左舷側の方結構傷がある。これもね、透明感があってまだまだ綺麗ですよ。これワイパー、これ交換されたばっかり。オーニングの張り具合がね、ちょっとたるみがあるって感じね。パタパタする。カビも生えてますから洗わなくっちゃね。でもフレームはがっちりとしていました。ここでは 2,3 人で釣りを楽しめます。エンジンハッチの上にも腰掛けて釣りができます。この辺は割れちゃってるから、もうこんなのは交換すればいいんですよ。ここが長尺物が入る。あ、結構奥まであります。ここがね、イケスですよね。ハッチを取り付けて、あ、これはもう取れちゃってますけどね。奥まで繋がってます。磁束装置に2ステーション、自慢の装備です。ここにインバータがあるね、750ワット。窓もここにって開く。引き出しがですね。こうやってアワーメーターが3679時間。オンデックスの8インチ GPS 魚探。まあ、椅子はこんな感じですね。痛みはあります。ここにね、クッションを置けばこう一人横になれるぐらいなスペースですね。